橋本ホビーへようこそ。今回はこれということでね、アイビーなんですけれど、もういい加減植え替えないとなというところで植え替えをねしていこうかなと思います。でまずね、うちにあるアイビーなんですけれども、これね、これがね前からあるライトフィンガーっていう種類なんですけど、ちょっとね普通のアイビーじゃないよねっていう感じがするんだけど、寄せ植えするときにさ、長さ調整してカットして刺しといたやつがあるんで、これもまとめちゃおうかなと思います。次がね、これ普通のやつなんだけど、見えるかな、エスタというねアイビーになります。200円ぐらいだったかな、うん、205円でした。これね、白い布の入る普通のアイビーですね。で次がこれなんですが、ちょっとさ負が強くて、でなんていうのかな、緑のところにも濃いところと薄いところがあって、で周りはベタっとね、負がなんていうのかな、真っ白じゃなくてちょっと色が乗るようなね風なので、なんかアニメ塗りっぽいよね。でこれは400円ぐらいだったかな。でこれは何かっていうと、浦島さんのオリジナルヘデア、天使の羽衣というね品種になります。まあこれをね植え替えていこうかなと思います。じゃあまずはこれを一つにしていこうかな。で今ねアイビーこんな感じで葉っぱがね傷んできてるんだけど、やっぱね一番綺麗なのは早春かな。もうこれだけ暑くなってくるとね、随分乱れてきますね。植えられるかな、ここにサクッと植えたいんだけれど、どこかに。根っこがあったりするとちょっと厳しいけれど、ここに刺さってんのか、もう一本が。こっちの方がいいかな。どこに刺すのが、うわ根っこあるわ、こっち側。がっつり根っこあった。どこもね、根っこはもう生えてるんだよね、これ。だけど、どこか隙間がありそうなところを探っていけるかな。胴向きに植えようか、こう胴向きにしようか。ひとまずこんなもんでいいかな。 U ピン止めとこうか、別のやつ止めといた U ピンだけど、引き抜いてブスッと刺しておけば、まあ抜けてくることはないでしょう。一旦これは下げとくね。次はこんな感じで、またね再生培土にボラ土が入ってます。で最近ねこうやってボラ土の再流混ぜることが多いんですけれど、なんでっていうと、水はけ対策ですね。作って最初のうちはね、水はけのいい土っていうのはまあまあそんなにね難しくないんですけれど、水やりである程度コントロールした水量だったらそんなにね問題は起こらないんですけど、雨に当たっちゃったとかそういうので結構詰まるっていうことがあって、水はけがね悪くなっちゃって水が溜まっちゃったりとかすることがあるので、まあそうならないようにボラ土の再流っていうのを入れてます。そしたらここに美味しい野菜果物の肥料、まあこんぐらいでいいかな。で まずう鉢は同じ鉢、これねいくらだったか忘れちゃったけど、何十円かでね投げ売りになってたやつをね買って使ってるんだよね。なんか何個かある。で今回も鉢底石はボラの中流、じゃあこっちから植えようかな。普通のエスターの枯れ葉取ろうね。これはあれだな、虫かな。
早けかもしんないけど虫っぽい気がする。で土はちょっと崩そうかなと思うので、もうちょっとどれぐらいねほぐすか分かりませんが、やっぱり有機質。ピートモスだね。ちょっとねもうすごく暑いのであんまりがっつりはやりたくないんだけれど、根鉢も回っちゃってるね。まあこれぐらいでいっか。大丈夫そう。自分はこっちは後ろにしたいのであんまり枝を持ってきてないんですけど、幹をね、まあその辺は好きにしてください。そして土を崩してね、あの根鉢にも土が入ってないので根鉢の中にも入れてあげる。で、振る。すごく土減ったでしょう。振るとね、あの根の隙間とかにも入っていくので、オッケー。じゃあこれもあっちといてと。ラスボス忘れてた、つけとこうね。まあ別に難しいとかそういう意味ではないです。まあただ単に最後っていうのと、まあ個人的に気に入ってるっていうだけ。これですね、浦島さん家の、違う、浦島さんのオリジナルヘデラ夢太郎。何蝶これ、わかんないな。キャラクターマーク、天使の羽衣。ヘデラはたまに面白い枝代わりをします。大事に育てていればあなたも意外な発見をするかもしれません。ということで、ヘデラって枝代わりするんだ。枝代わりって何っていうと、植物ってどん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 枝が出るじゃない。その時に要は DNA のコピーミスが発生して、まあ、欠損したりとかして修復された時に違う遺伝子に書き換わっちゃうよっていうことがあるんですね。なのでそっから先の枝については別の特性を見せるっていうことが植物にはあるんですね。よくね園芸品種なんかでは先祖返りなんて呼ばれたりすることもありますけれども、品種改良されていい形質を持っていたんだけれども、枝が突然元の品種のそのなんていうのかな、園芸品種的じゃないちょっと普通というか特徴のない枝に戻っちゃうよとかっていうね、先祖返りとかって呼ばれたりするんですけども、そういうのも枝代わりの一種ですね。じゃあちょっと掃除をして、あまりね管理が行き届いてないので、結構ねヘデラは植物と植物の隙間にね鉢と鉢の間に押し込んであったので行き届いてないですが、まあまあまあ植え替えていきましょう。今回も土は再生培土にオラ土の小粒、さっきと同じ配合、美味しい野菜果物の肥料ぐらいでいいかな。鉢も同じ鉢、底石も同じ。これはね最初から硬質ポットに入ってたスリットポットだね。これも、あーでもこれはちょっと違うね。
これは赤玉なんだろうか。うん、赤玉だね。赤玉が結構入れてある。あとパーライトかな。まあこんなもんにしときましょうか。で、時々ね、こういう通知どうしてるのっていうねと聞かれることがあるんですけど、うちの自治体っていうのは通知っていうのは捨てられません。持ち込みもダメじゃなかったかなと思うんですけれども、なので、基本的にはコンポストに捨ててます。コンポストでね、雑草とかを堆肥化しているので、花壇とかに使うようにね、その中にピート主体の土とかっていうのも入れてます。こういうね、自分で作った土っていうのはリサイクルすることが多いですけれども、で、下の方をね、たくさん崩した時の注意なんだけど、下の方土がねないんで、真ん中の方とかね、しっかりと入れといてあげましょう。土を入れといて、こう、で、これは中央で絡まってるんでね、多少ほぐしてあげる程度でいいかな。全部こう上に立ってたんで、少しほぐしてこう広げてあげたって感じ。多少根が切れちゃうけどね。振ったりトン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 ってすればいい。で、下がった分、ね、これぐらい下がったんで足す。で、今回ね、このヘデラ、屋内で育てるわけではないので、土の方はね、消毒してません。ふるいにかけて、ボラ土混ぜて、で、さっき肥料混ぜたね、っていうぐらいです。こんな感じでできました。じゃあさっきね、多分虫、アブラムシか何かにね、吸われた跡があったので、モルトラン巻いときましょう。モルトランはね、大量に撒く必要はないですが、植物が吸収してね、効くタイプなので、まあ自分は2箇所とか3箇所とか複数に分けて与えるようにしてるかな。特にこういう、なんていうのかな、アイビーとかって1本じゃないんだよね、根元が5本とか6本とか生えてて、わさっとしてるので、例えば一箇所だったら一本は効いてるけど反対側は効いてないよみたいなことがあると嫌なので、まあわかんないけどね、どれぐらい広がりやすいのか。なので、ちょっとここは3箇所になっちゃうな、場所位置的に。ね、複数あげるからといって大量にあげる必要はないです。時々ね、スプーンとかですくってバーッとあげちゃう人がいるんですけど、あれはやりすぎですよ。大量にあげたからといって強く効くというものではないので、容量守ってね、あげるといいかなと思います。枯れ葉まだあったね。多分ね、これね、完全に汁吸われてると思うんだよね。こんな感じでね、植え替えてみました。ひとまずね、これで屋外にある植物の植え替えは一旦終わりかな。ね、あるにはある。一旦ね、植え替えてるシルバーレースか。シルバーレースに関しては、もう一度ね、ロングポットに植え直そうと思っているので、それが一個あるけど、ぐらいかな。まあ、それもね、この後もう撮影外でね、やっちゃうね。一回見せてるんで、シルバーレースの植え替え、その株ね、
一回りだけ、一回りっていうかほんの一サイズ 0.5 号かぐらい大きいポットに植え替えてあるんだけど、よりもうちょっと大きいポットにね植え替えようと思っているので、それはまあ裏でやっときます。まだまだあるにはあるんですけどね、ハイビスカスとかはもうちょっと時期がね遅くなってからだし、あとは屋内のね植物っていうのがいくつかあります。セントポーリアの葉挿しだったりとか、いくつか植え替えないといけないものがあると思うんですけど、まあまあ一旦ねこれで一段落かなということでね、今回はアイビーのね植え替えっていうのをしてきたんですけれど、この動画参考になったとかね、面白かった、また見たいっていう方はね、グッドボタンとチャンネル登録と通知ボタンのね3点していただけるととっても嬉しいです。コメントの方もねいただけると嬉しいので、気軽に書き込んでいってください。ツイッター、インスタもね始めてますので、気軽にね声をかけてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。